はい。大問8、角度を求める問題です。少し、えー、印刷が切れてる、すいません。右の図のように正三角形 ABC 画で始まっています。問題で解くコツは、近くを攻めていくこと。あと、問題で与えられた条件は必ず使うもんだ、と思っていくこと。それで、 え必ず、あのー、さらっと解きます。まあ、泥臭くいろいろ調べててもできるんだけどね。もと、問題としては、この角度を求めなさいという問題ですが、ちょっと頼りないですね。関連する角がないです。対調角でここがあります。この問題は、この角度を求める問題だと考えてください。で、この角度に近いところを、まあ、問題の条件を見ながら見てみましょう。正三角形 ABC。正三角形のすべて60度です。近いところでここが60度でいいですね。で、これとこれが平行と与えられて500度です。ってことは、500度だね。 もうこれで揃ったね。ここは100度だもんね。で、この三角形で考えて、こことここで160度からここは残って20度です。えー、で、えっ、ー、と、まあ、求め方の欄もないし、こういうところに適切なことが書いてあればで十分です。ま、なんか書きたかったら180引く、100足す60で160か。このくらい入れておけばいいと思います。学長対策教材の、えー、説明は下の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらからどうぞ。